神奈川ビジネスアップトゥーデイト今回は神奈川経済を支える金融機関横浜銀行を特集業界再編やマイナス金利など激変する金融業界の中でこれからの地方銀行の役割と新たなトップが描く未来に迫ります 国内外に619の拠点を持ち総資産は15兆2,689億円と日本最大の地方銀行である横浜銀行。その歴史は1920年地元財界が中心となって設立された横浜甲信銀行に始まりまりす。現在では預金や貸付などの銀行業務のほかグループで証券会社シンクタンクなどを展開。 さらに口座開設アプリや LINE との連携などを積極的に進めユーザーへのアプローチを増やしていますこうした中業界における大きな変革が地方銀行の再編。今年4月に東京都を主な地盤とする東日本銀行と経営統合を果たし持ち株会社であるコンコルディアフィナンシャルグループを設立。 地銀最大の金融グループとして首都圏での経営基盤を拡充し業務効率化などによって収益を強化中小企業の支援や成長分野への投資を進めるといいますそうした動きの中で先月横浜銀行の新たなトップに就任したのが川村健一頭取。入行以来日本経済と金融情勢の大きな変化を最前線で経験し 横浜銀行初となるプロパーの頭取に就任。これからの地域密着型金融の姿について伺いますあの本当にですね川村頭取は、まあ、今回横浜銀行初のプロパーの頭取ということで、まあ、おめでとうございます,とい,ますということになるんですけれどもこれはやっぱりこう サプライズ驚きな気持ちで受け止められたんですか。あの実はこのコンコルディアフィナンシャルグループという、今回横浜銀行と東日本銀行が。経、え、営、ー、統合してグループを作りました。と、模試、はい、株会社というのが新たにできますと。で、で銀行がそれぞれありますと。はい。 でこれ合併しないで、えー、それぞれの銀行を残してグループを作りましたとこれ何かというとそれぞれの銀行がそのホームマーケット地元でしっかりと営業を続けるブランドを生かすんだとそのために合併はしないというふうにしたわけですけれどもその場合にじゃあこのグループを全部見る社長と、えー、銀行のトップである頭取があえて変えて で銀行はその銀行の地域のことのために責任役割を果たすんだと、えー、持ち株会社の社長はグループの経営の役割を果たすとこれをこう分けていきましょうと。 いうようなこう議論をしてでまあ,あとは誰がなるかというようなところで,ですねえ銀行のことをやるんであれば銀行の経験者があまあ地域のことも知っている銀行の業務のことも知っている人間を先ほどの役割の責任者にした方がいいんじゃないかということであのプロパーで頭取りを出すというふうになりましたのでまあ私自身も指名を受けてですねあのその役割を全うするんだというそのまあ えー、抱負をも持って頑張りたいと思います河村頭取のご経歴をね拝見すると,、はい、えと90年代終わりから、まあ、銀行非常に厳しくなってバブル崩壊があってその後ですよね、はい、で公的資金が注入されてきた不良債権の処理とかっていうことに追われていったっていう時に、まあ、そういう最前線にいらっしゃった。またはその、えー、とリーマンショック そこでも、まあ、有志部長として、まあ、活躍されたっていうことなんですけれどもやっぱそういうご経歴っていうものが今の,その頭取っていうポジションにつながったっていう部分の分析っていうのはりですか、うん、どうでしょうねあのまあ確かに難しい局面をいろいろ経験しましたので、うん、あのそれを今に生かすんだということがあると思いますそういう期待もあると思います。 えやっぱりその今の,その地元の中でということですけれどもその公的資金を受け入れた時っていうのはえ当時十何箇所海外に拠点がありましたけれどもそういう支店を全部閉めてで東京都内の支店も半分にしてでも神奈川県内は店舗減らさなかったんですねそういう中で地元のお客様からいろいろ不便になってるよと言われるんですけれども。 でも地元から横浜銀行の青い看板がなくなるのはもっと困るのでできる範囲で応援もするしちょっとさえしばらくの間我慢するよっていうお声いただきましたねこれはあのまさに神奈川へあの戻ってくる地元回帰っていうふうに当時いろんな新聞にも書かれましたけれどもですからこういうその地域の方々との,その熱い愛情に支えられたっていうようなことが経験できたこと分かったこと。 から先ほどのリーマン・ショックの頃、えー、たくさんのその不動産会社さんがですねそういう上場会社でもどんどん潰れちゃったわけですけれども、ね、当時、まあ、多額の不良債権というか、えー、損失が発生したので、まあ、あわや赤字決算という決めにあいましたけれどもその時にギリギリで踏みとどままれしたでそれはですねやっぱりそれ以前からやってきてた地元のかつその個人向けの取引き えー、住宅ローンですとかうーあーそういう投資型商品の販売で得られる収益ですとか、まあ、あるいはあの企業融資でもそういう大きな融資ではなくて非常にその地元の方々のこうリーテールのですねお取引そういったところから上がっていた収益がきっちりとこちらにあったので、えー、そのショックに耐えられたわけですね。ですからまさにその地域の方々を一人お一人の皆さんの支援があって。 取引があって、えー、もうそういう大きなショックを乗り越えられたということですから、まあ、あの今の,そのマイナス金利というまた逆風が強い,い,い、ね、逆風が吹いてますけれども、まあ、そういう中でもあの過去の経験を踏まえてなんとはこれを乗り切っていって、えー、地元の方々に満足していただける金融サービスをしっかりとご提供していくと。 こういうふうに思えるのは、まあそういう過去の経験があの大きくあったからだと思います、うん。そういう流れの中で東日本銀行との経営統合、はい、まあ先ほど合併じゃなくて統合なんだということでね、これあの金融のね統合っていうと、やっぱりこうシナジーって言ってもですね、まあ突き詰めて考えていくと同じことをやっているわけですよね。まあどういうまずシナジーを出せるなか。 横浜銀行のこう法人のお客様事業家のお客様ご依頼させていただいているのが2万5,000なんですね。はい、で東日本銀行はまあ東京とか北関東を中心に特に東京が多いんですけれどもビジネスマッチングっていうのは今非常にあの重要なポイントなんですけれども。うん 神奈川のお客様にそういった東京でのいろんなビジネスパートナーがいるとかあるいは東京に支店を出したいお店を出したいといったニーズにきめ細かく対応していったりあるいは東日本以降東京のお客様がこういうことを神奈川でしたいんだけどっていう時にパートナーをやったりとかっていうのは数が増えていくと大きくあのマッチングの機会が増えるんですね。両方合わせてもう4万以上ですから 地方銀行でこれだけのお客様がいるっていうのはもうダントツに多いということですのでまさにここはこれからあの地元の中小企業の皆さんにもですね良、えー、かったなっていうふうに言ってもらえるようなことをいろいろとあらわれしていきたいと思ってます茅ヶ崎市でトマトなどの生産を行っている野崎農園およそ600坪のハウスで育った自慢のトマトを使って先月。 新たにトマトジュースの販売を開始しました開発したのは野崎農園5代目の野崎俊一さんこだわったのは甘さと喉越しトマトを木の上で真っ赤にしてからえっ、ー、と1週間弱ぐらい、えー、追熟させてそれを加工していますのでほんのり甘くてでさっぱり飲みやすいトマトにジュースになっています このトマトジュース誕生の背景には、横浜銀行のビジネスマッチングがありました。野崎農園が新たに発売したトマトジュース。開発の背景にあるのは農業の六次産業化。これまでトマトは農協への出荷と直売所での販売のみでしたが、ジュースへ加工し、 付加価値のある商品として販売することで収益の安定化を目指していきます TPP 合意に至りまして今後輸入農産物の増加が見込まれていますので今後農産物の価格はどんどん下がっていくと思うんです。でうちみたいな小規模な農家ですとその市場価格ですと将来やっていけなくなってしまいますのでどうにか 農産物に付加価値をつけたいなという思いではい。野崎農園、新たな挑戦の背中をしたのは横浜銀行のビジネスマッチングでしたトマトジュースを加工するのは平塚市にある工場、神話ルネッサンス生産量に合わせた小ロットでの加工に対応できる工場として横浜銀行がビジネスマッチングを行いトマトジュースの完成を支えてきました 今回のものを一つのきっかけ一つのスタート台にしまして都市農業都市農家としてより大きく発展していただく例えばですけども家業から事業への転換そういった展開になれば我々もお手伝い支援の使用が非常に大きいというふうに考えておる次第でございます横浜銀行が積極的に支援する成長分野地域開発 環境・エネルギーなどの業種に向けた貸し出し実行額は昨年度億円。さらにビジネスマッチングの件数は3,012件と地域経済の活性化に向けさまざまな角度からビジネスチャンスの創出に取り組んでいます横浜銀行が見据えるこれからの地域金融機関の役割とは 地域金融の役割っていうものが、まあ、本当に単なる融資。っていうね、世界からいろいろな広がりを持ってきていると思うんですよね。はい、で、まあ、こういうビジネスマッチングで、しっかりと存続をしてもらう企業っていうものを生かし続けるんだ。さらに、こう、バリューアップしていくんだっていうところは。うんはい、もう、これから一番力を入れていくっていうところになるんですか。そうですね。地域の、こう、活力っていうのは。まあ、人口が、じゃ、増えればいいのか。 いうだけではなくてやっぱりいろんなものを作ったりサービスを提供したりっていう,こう産業とか事業の分野があってでそこで働く人がいて生活があってとこういう,こう,こう全体の構造だと思います。えー、ただですねそのビジネスマッチングだけではなくていろいろ考えなきゃいけない部分があってですね えー、この前あの調査機関がこう、はい、集めたアンケートで、えー、神奈川県内の中小企業の経営者の7割が、はいえー、新規の資金需要がないっていうふうに答えてたんですね。別のお金を借りる必要がない,ない,ないんだと。いろんなげいろんな理由があると思います。はい、いろんな問題があるんだと思いますけれども、はい、その中の一つに中小企業の経営者の平均年齢が神奈川県でもう60歳ぐらいだと。 平均で,平均で,でかつ60代70代のような経営者のところで3割4割後継者がいないいっていうアンケートもあるんですねなのであの横浜銀行はですね、まあ、今までもやってきてこれからもっと力入れたいと思ってますけれどもこの法人のです、ね、中小企業の事業承継のサポートをするうそういう人間をあの本部に専門家で置いて中小企業の皆さんの経営者の若返りを図るっていうんですかね。はい 一兆一削にできませんけれどもじっくり腰を据えてお手伝いをしていくと。でその上で、えー、今どこの銀行もですね事業性評価っていうのを言っててあの将来成長するためにはどういう課題があるかっていうのをいろいろと調べるんですけども。 そういうよういよな活動も今力を入れてますああそれぞれの企業さんに伺って、はい、そういう,こう事業がどこ,どこまでこの会社は成長する余地があるだろうか。はい、何をこう改善すればそれが成長にどん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 向かっていくのかっていうことまで一緒に考えるんですね。でそういうようなプランを一緒に立てて必要によってその外部の専門家も連れてきてソリューションをしてでその中で事業が大きくしていこうということですから。 まあいろんななご資金ががようやくくそこで必要になってるる局面があると思いますえす、ー、事業を成長させていこうと拡大していこうっていう会社さんにはそのまあ事業内容我々ちゃんと分かった上で対応しますのでえ無担保であったりあるいはえ保証人なしで対応するとか返済方法もですね柔軟にやっていくというような形でえまさにですね適切なリスクテイクをしていこうと、まあ、そういうことがまさに 地方創生みたいなことのの原動力になるんじゃないかなというふうに考えてます。うん、まあそういってもこう神奈川経済っていうのの産業の構造の変化っていうのがとてつもなくこうと進んできていて、はい、でまあこれに対応していくっていうことも一つの課題だと思うんですよね。ここはどんなふうにお考えですか。まあ一口に神奈川の経済って言ってもですね、こう地区ごとに非常に違いがあります。うん そういうい地区ごとの,その特質あまそれからさまざまなこう開発計画ですとか観光資源だったとか人口のこう動向もありますねそういうものの状況に応じてじゃあこの地区は10年後今より良くなっていくためにはどういうことをしていったらいいんだろうかでどういう姿になっていこうかというようなことを 横浜銀行としても主体的にえそういうようなあビジョンを作っていってでえそこに向かってですね何て言うかね継続的にいろんなその関係環境変化があると思うんですけどもえその変化にぶれずにですねその地域に対してきちっとコミットをしてサポートしていく応援していくというようなことをしていきたいと思うんですね。今私どもはの 県内もブロックというふうに今言ったような地区ごとにブロック制を敷いてまして、はい、そこにはあの執行役員の本部長がいるんです。<ー>ですから彼らがその地域の将来像に対して責任を持ってやっていくと。で次のブロッ公務所に何年かすると変わりますけれども、そういう絵をきちっと引き継いでもらって、でそこはあの変わらずにですね、応援をしていくんだと。 でその地域の市町村の皆さんの,あの人たちとも連携をしながら行っていくと。長期的な時間軸そうですね、まあ、いわゆるマッチングの話になるわけですけども例えば横浜銀行の店舗ってのはもうほとんどが神奈川県、えーえー、ちょっと東京ありますけどもこの地域で転勤をしてもでですすねね、まあ、そんんななに遠く行かないんです、ね、ずっとこの神奈川の地域の中のどっかで働いていてそうするとですね こう20年働いてるだけでもう何千何百何千っていう方々とお会いをしているでそういう経験がですねあこのお客さんのニーズはこういうことなんだけどもあ,あの人に聞いてみようあるいはあの人と今取引している支店の何とかさんに聞いてみようとかですね 結構そういうその人と人とのつながりの中で地域の方々と接点を持っているということでそれを横浜銀行だからということでえそういう本当のことをお話しいただけるっていう関係があってでその中で動く私たちがいるとこういうのがこう実のあるマッチングビジネスマッチングこういうようなサポートにつながってるんだと思います。あの、まあのま 将来のお話をお伺いしたいんですけれどもそうですねあの今までとちょっと違うのはですね、はい、あの銀行のトップが、えーまあ、銀行員になりましたので、はい、今まで横浜銀行はですね その銀行ののいいろろんんなな本部の部署がいろんな企画をですねあれやこれやって考えてでほぼ完成形を作ってですね「さあ頭取どうでしょうか」みたいな形でこう役員会とかに諮って決めていくっていうスタイルだったんですけれどもあのまあ銀行のこといろいろやってきてますからあの出来上がったものを店に来るのやめてくれと最初にこういうことを考えるんだっていう出発のところから仲間に入れてくれと。 こうアイデアを出すところからこうお互い頭取りなんだけれどもこう意見交換をしながら議論をしていってそうやってこう作っていくでそういうものがまあで出てきているものがそのお客様にとってちょっとよく,よくなりましたねとか本当のサービスがアップしましたねとかっていうふうに思ってもらえたら一番いいなと。 まあ自分なりにできることって限られてますけれども、はい、そういう銀行の中のいろんな知恵を集めてですね、あの精一杯いいサービス向上に努めたいと、えー、思います。この後は今日のアップトゥーデイト。今日は地域金融のあり方として非常に共感する言葉がありました。それはブレない。 という言葉です。金融機関はですね、バブル崩壊後、まあ再建に非常に苦労したわけですけれども、そのプロセスの中で、まあ、地域の企業との信頼関係というものがま由来できたという一面もあるわけです。で、自分たちの経営基盤がでは立て直ったというふうになってみたら、こう気がついたら資金需要はもう激減と地域の経済が由来できているという現実がある。 そういう中でこれから有志から手数料ビジネスへということに移行しなければいけないわけですけれどもそうなるとですね、まあ、信頼関係再構築ということで新たな地銀と、まあ、地域の企業との関係というものを作り上げていかなければいけないんじゃないかとそういう段階にあるんだと私は思います。まあ、そういうういいいい日本経経済ののの山ををを験してきたた村頭取が、がこのぶれななで支援をするるという言葉を吐いたのは非常に重みがあるな 私は感じましたでさらに神奈川県、まあ、それぞれの地域の成長性というものをしっかりと分析して、まあ、それをですねブレずに支援していくというこれは横浜銀行にしかできないいことだとだ私は思いますですのでもう地域企業とあとは地銀と一蓮托生ということで本当にそれこそブレない支援をですね、えー、していただいて役割期待に応えていっていただきたいなと思います。